皆様こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では第1種電気工事士技能試験の候補問題ナンバー6の解説を行います。で、今回想定している条件はこのように想定しています。まずここリングスリーブによる接続で施工していきます。で、施工条件内部決線図に関してはこちらを想定して解説していきます。まず配線図見ていきましょう。ここの変圧器のところに三角三三角と書いてますね。これ何かと言いますと、3つの単層変圧器を使用するデルタ決線であることがこれで示されています。で、どうやってつなぐかというのはこちらの変圧器の決線図ですね。もうここで細かく指定がされています。特に、低圧側がポイントですね。この端子台の間線が細くつながってるんですけれども、これは全て渡り線でそれぞれの端子台をつなげという指定になりますので、渡り線忘れずにつないでいきましょう。で、今回施工条件にて変圧器代用の端子台の2次側端子の渡り線は IV5.5 助の黒を使用すると指定がありますので、ここの2つの渡り線両方とも IV5.5 助の黒線を必ず使いましょう。で、今回は配線図にもあるように低圧側すべて3層 200V の回路となります。で、ポイントは今回も開閉器ですね。ここの開閉器です。ここの開閉器何するかと言いますと、ここの変圧器からここの電動機、施工省略部分の電動機をこの開閉器を中継するようにつないでいきます。で、前回の候補問題ナンバー5で出てきた開閉器と基本は何も変わりません。ただちょっと違うのが、今回、ナンバー5で使用した端子台ですね。こちらの6つの端子がついた端子台想定してたんですけど、今回はこちらの3つの端子台、これを代用して使っていきます。上が RST、 こちらが電源側です。で、下の UVW、 こちらが負荷側として下側を負荷につないでいきます。なので今回この端子台はこの上の端子に変圧器から来る電源側の電線をつないで、下側は施工省略部分電動機と、もう一つ運転表示灯と書かれているランプレセプタクルにこの負荷側から電線をつないでいきます。で、今出てきたこの運転表示灯ですね。これは開閉器の動作状況を確認するランプとなりますので、今回負荷として扱います。で、施工条件をちょっと見ますと、運転表示灯は開閉器負荷側の U 層と V 層間に接続することとありますので、この通りにつなぎましょう。で、最後のポイントなんですけれども、この施工省略と書かれている電流計ですね。これちょっと見ていきますね。まず電流計の使い方としては、電流を測定したい箇所の負荷と直列になるようにつなげて電流を測っていきます。なので本来だったら電源、電流計、そして負荷と直列につながるようにつないでいきます。で、まずなんかこう電源につなぐのがあるんですけれども、今回電源がそうですね、3層ですので3本電線が伸びています。で、一体どれにつなげばいいんやとなるんですけれども、これも施工条件で指定されています。電流計は変圧器2次側の S 層に接続することとありますので、ちょっとこれを踏まえますと、電源の S 層、今回の場合この変圧器から伸びる S 層、電源の S 層はここの開閉器の電源側の端子 S 層、真ん中ですね、真ん中の上に直結する流れとなってますので、ここの間に電流計を挟みます。今回の候補問題ナンバー6ではこのような形で電流計をつないでいきます。で、あくまでもこの電流計の施工方法、つなぐところなどに関しては試験センターが公表している候補問題の注意事項に書かれている通り、当日の問題用紙にて発表されます。なんで今回のこの考え方はあくまでも想定した予想の内容となりますので、必ずこの S 層につなぐとは限りません。当日の施工条件をよく確認した上で施工してください。では以上を踏まえて複線図書いていきたいと思います。ではこの配線図の通りに器具を書き出すとこのような感じになります。で今回この端子台3つ使うんですけれども、この内部結線図見ますと上から T3T2T1 と指定されてますので、ちょっと書いておきますね。ではまず変圧器側から内部結線図参考にして書いていきましょう。まずこの高圧側ですね。今回ここ全て KIP 電線がつながります。で低圧側に関しては上の T3 の小文字 U から黒線で T 層が伸びます。で T2 の小文字 U からは S 層として白線が伸びてきます。で T1 一番下ですね、ここの U 層から赤線で R 層が伸びてきます。先にちょっとこれ色分けしておきますね。で施工条件でも T 層が黒、 S 層が白、 R 層が赤と指定されてますので必ず守りましょう。ここ先ほど言いましたね、端子台の間渡り線がつながってますので、まずこの T3 の U と T2 の V で T2 の U と T1 の V で、これだと T1 と T3 つながっていませんので T3 の V と T1 の U ここも渡り線つなぐことが指定されてます。見落とさないようにしましょう。でこれは全て黒線を使用しますので、ちょっと B と書いておきますね。では次低圧側書く前に設置線ですね、ここの変圧器用の設置工事の設置線伸ばすのを忘れないようにしましょう。施工条件で指定してます変圧器 T1 の V 端子に結線するとありますので、ここですね、ここから設置線緑線を伸ばしましょう。で低圧側ですね、まずこの電源から伸びてるものをもうこのまま開閉器の電源側に同じ層ずつつないでいきます。まず R に関しては赤線で R 層で、ちょっと S 飛ばしますね。 T 層に関してはそのまま黒線で T 層につなぎます。でここで S 層ですね、このままつなぐのではなくて、さっき説明しましたね、この電流計こちらを中継します。でここをこう戻ってきて S 層につながります。ここ施工省略部分ですね。でまず次負荷側つないでいくんですけれども、もうここ UVW 全て施工省略のここの電動機につなげます。で、忘れちゃいけないここの運転表示灯ですね。運転表示灯は今回深川の U と V に接続することとありますので、つないでいきましょう。で、つなぐ時こうついついこう横にそのまま行きたくなるんですけど、配線図見ますとここのアウトレットボックス経由してますので、だいぶ遠回りなんですけど、このようにアウトレットボックスを集計して運転表示灯につないでいきます。これで一通り電線つながりましたので、ちょっと混み合ってるんですけど色分け書いていきます。まずこの電源側ですね、これはもう色のして守りましょう。 R 層は赤で、 S 層につながるのは全て白線ですね。まずここ白線になります。で、ここに関しては別に黒使ってもらって大丈夫です。で、ここに戻ってくるここのアウトレットボックスから開閉器に向かうところは必ず白線使いましょう。で、 T 層も黒線ですね。で、この施工省略部分につながるものも U が赤、 V が、白、 W が黒と施工条件で定められてますので、必ず守りましょう。で、残り色決めていきますね。まずこっちを黒としますね。で、 V から伸びるのを白とします。今回これで色分けもいきましたね。で、電線の種類書いていきましょう。まず渡り線ですね。渡り線に関してはすべて IV5.5 式を使います。で、ここの変圧器から伸びる3本の線、これは今回 VVR2.2mm 三振線を使用したいと思います。で、設置線も IV5.5 ですね。で、他に関しては全て 1.6mm 線使いますので、特に書かずに置いておきましょう。で、圧着マーク書いていきます。まずここ 2mm 線1本、16線1本でしょう。ここも 2mm 線1本、16線1本でしょう。ここも 2mm 線1本、16線1本でしょうですね。で、ここ16線12で丸、ここも16線2本なので丸、ここもそうですね、丸になります。で、あと電線の長さちょっと見ていきますね。ここの KIP に関しては全て100で用意していきます。で、渡り線に関してはここの短い方、これはすべて150で今回取りますね。で、ここの T3、T1 に関するところは距離長いので、ちょっと倍の300使おうと思います。で、ここの設置線は100ですね。で、 VVR ですね。 VVR 見ていきましょう。これも普通だったらいつもの VVF と同じように端子台大きいのは 5cm の絶縁被覆のストリップでいいんですけれども、今回ちょっと端子台3つありますし、全てにわたって線をつなぐのでちょっと余裕が必要ですね。なので端子台で100使用します。端子台で100、基軸間200ですね。200、接続200ですので合計400使いたいと思います。でまずこのアウトレットボックスから開閉機に向かうところは接続200、器具間が105、器具間200ですね、器具間200で、端子台に50使いますので350で、この施工省略部分、ここに関しても端子台に50で器具間100ですので150用意しましょう。で先にここの施工省略の電流計ですね、電流計は接続200、器具間150ですので250で、今回ちょっとどうしようってなるのがここの運転表示灯なんですけれども、結構長さ必要かなと思います。先にこのアウトレットボックスからランプレセプタクル、ここに関する長さは接続200で器具間200でランプレに50使いますので、そのまま出してもらって350で大丈夫かと思います。でここの端子台の下から伸びてアウトレットボックスに行くところですね、ここに関してはこう下の端子かつここカーブしていきますので、だいぶケーブルに余裕が必要かなと思います。なんでも今回はこれ全部足し合わせて VVF162 新線が500残る計算なんですね。なんで今回はちょっともうその500全部使ってここ用意していきたいかなと思います。ではこれで複線図書き上がりましたので施工入っていきたいと思います。ではまずアウトレットボックス用意していきますね。電工ナイフで切り込み入れていきます。アウトレットボックスにはめ込んでいきましょう。今回結構電工ナイフこの後活躍しますので直さず安全なところに置いておいてください。これでアウトレットボックス完成ですね。では次変圧器の用意していきましょう。まずこの高圧側につながる KIP100、ですね、10センチを6本用意しましょう。多いですね。これで全てカット OK ですね。ストリップしていきます。候補問題6まで来たらだいぶ KIP のストリップの力加減ですかね、慣れてきたんじゃないんでしょうか。ちょっとあまりにも力入れすぎて新鮮被覆むこうとするとちょっと芯線傷いってしまいますんで、そうならない程度にこう向ける力加減を覚えていってほしいなと思います。ちょっと全て切り込み先入れちゃいますね。でストリップしていきます。これで KIP 剥き終わりましたね。ちょっともうこの時点で疲れてきますね。で全てに留めていきます。これで高圧側の施工が完了しました。では次、先に VVR 抜いておきましょう。 VVR2mm 3針線を今回は 440cm 用意しましょう。この電線カットするときは P958 だとちょっとケーブル切るのにちょっと適してないので、こちらの N18 使ってもらった方が綺麗に楽に切断できます。ではストリップしていきますね。これも電工ナイフ使います。まず端子台、今回余裕を取って 10cm ストリップしますね。2種で出てきた VVR とも巻き方全く一緒です。1周切り込み入れて実印被覆を取ってもらうと、このような介在物と呼ばれるものが出てきます。これをちょっとほぐしてこうねじりますね。でこのままにしとくんじゃなくて、こちらのペンチ使って根元で介在物切りましょう。でここ介在物多少残ってても大丈夫です。ただこれ全てこの中の介在物を引き抜いてしまうと、それは結果に該当しますので、それはちょっとご注意ください。で、深センに関してはこちらの P958 で剥けます。端子台の方は 12mm 剥いておきますね。でもう反対側も接続に使いますので、ケーブル外装を 10cm ストリップしておきます。さっきの KIP に比べたらだいぶ軽い力で絶縁被覆を抜くことができるかなと思います。軽く一周に切り込み入れたらそれで十分抜くことできますんで。で介在物をまとめましてペンチで切り落とします。でこっち接続に使いますので 20mm 深セン剥いておきましょう。でもうこれで電光ナイフ使いませんので直しておきます。で次渡り線用意していきますね。まず渡り線が150、15cm のものを2本と30cm のものを用意しますね。で全て端子台につなぎますので 12mm にストリップしていきます。やっぱりこのストリップゲージ、こう同じ向き長さを続けてストリップするとき非常に便利ですね。低圧側につながるケーブルすべて用意できましたね。なんで複線図をよく確認しながらつないでいきましょう。ちょっと渡り線はこうやって曲げておきますね。ここから T1、T2、T3 となりますので、まず赤線が T1 の U ですね。で白線が T1 の U で黒線が T3 の U につながります。ちょっとだいぶこのように広げていきますね。でここには単子台の渡り線が入りますので、で次にこの白線ですね。白線はこの白線とここにつながる渡り線が入ります。でこちらの黒線は T3 の U と で T2 の V とつながる渡り線が入りますね。で T2 の V に関してはこの渡り線だけですので、もうネジ止めしときましょう。あ、ちょっと待ってくださいね。ここ違う電線つないでましたね。この渡り線こっちですね。で VVR の2ミリ3進線の黒線が T3 の U につながります。で今ここ触った反動で抜けちゃいましたね。ちょっともう一回よく締めておきます。しっかり締めてても太さの違う電線入れてるとどうしても細い電線が止まりきらなくて抜けやすくなっちゃうんですね。ちょっともう一回締め直しますね。しっかりと固く締めておきましょう。これで大丈夫そうですね。ちょっと他のとこも心配なんでよく確認しておきます。大丈夫ですね。でここの T3 の V も渡り線だけですのでネジ締めにしておきます。で接地線ですね。接地線はIV5.5 スケの緑線10センチ用意します。で接地線は今回 T1 の V 端子につなぎますので、ここですね。新鮮被覆は噛まないように気をつけながらねじ止めしていきます。でちょっとケーブルの形を整えまして、これで変圧器側完成です。では次、ランプレセプタクル用意していきますね。 VVF1.6mm に新線を35センチ用意します。で接続に必要なケーブル外装 10センチ と新線被覆 20mm 先向いておきますね。でランプレセプタクルに使う方は、私はだいたい4と5の間でストリップします。で新線被覆 20mm、 でのの字曲げしますね。で外側が接地側白線、内側が非接地側黒線ですね。確認して取り付けます。台座からケーブル外装がちょっと見えるように調整しまして、でこうですね。これでランプレセプタクル完成です。じゃあ次は先に電流計、施工省略部分の電流計の部分用意しておきます。162芯を25センチ用意しておきましょう。接続部分だけですので、ケーブル外装 10センチ と新線被覆 20mm ストリップしておきます。で次、開閉器いきますね。まず電源側につながる部分、こちらは VVF1.6mm3 新線を35センチ用意します。で接続に使う側をケーブル外装 10センチ、 新線被覆 20mm ストリップしておきます。で端子台につなぐ方をケーブル外装 5センチ、新線被覆は端子台ちっちゃいので 10mm ですね。大きい方は 12mm なんですけど、小さい方 10mm で用意してます。で施工条件にもある通り R に赤、 S に白で T に黒ですね。必ず守りましょう。で次、こちらの深側ですね。まず施工省略の電動機につながるのは VVR、VVF1.6mm3 針線を150、15cm 用意しまして、ケーブル外装 5cm と新線被覆同じく 10mm ですね、ストリップします。でこっちも U が赤、 V が白、 W が黒と決まってますので、それを必ず守るように取り付けます。で深側から運転表示灯につながるここの部分ですね、ここの部分用意します。で今回はもう VVF 余った500を使いますのでですね、これをもう全部使っちゃいたいと思います。まず接続に必要なケーブル外装 10cm と新線被覆 20mm でストリップします。ちょっと電線長い時はこう作業する時に先の器具だったり工具当たって机から落とさないようにご注意ください。で、端子台につなぐ方ですね。ケーブル外装 5cm と新線被覆 10mm でストリップします。で複線図見ると黒線が今回 U 層、白線が V 層につなぐように書いてますので、それに従ってケーブルつないでいきます。ではネジ締めしていきますね。でこの162針をこうグッと迂回させるようにこのように整えて開閉器の端子台完成です。これで器具すべて揃いましたので接続していきましょう。ではこの最初に書いた複線図の配置に従って器具を並べていきます。感じになりますね。では仮接続していきましょう。まず電源の R 層はこの開閉器の赤線とつながります。で電源の黒線 T 層はこちら開閉器電源側の T 層につながる黒線とつながります。今回あれですね、電源側と負荷側、アウトレットボックスのこの穴のところが異なっているので区別つけやすいですね。で、電源の白線と次は、端子体の方じゃなくて施工省略部分、この電流系につながる白線とつなぎます。で電流系の黒線とこの端子体 S 層につながる白線がつながります。で残すところは開閉器の負荷側から伸びてくる黒線とランプレセプタクルの黒線、で残ったこの白線同士がつながります。今回もだいぶ接続に関してはシンプルですね。では圧着接続していきましょう。まずここですね、16線が2本ですので小のスリーブで丸のダイスで圧着していきます。合格クリップは必ず外しましょう。でここも16線2本ですので小のスリーブで丸のダイスで圧着します。でここですね、S 層の白線と施工省略部分の黒線、ここも16線2本ですので小のリングスリーブで丸のダイスで圧着していきます。次ここ、ここは2ミリ線1本と16線1本ですので小のスリーブで次は小のダイスで圧着していきます。でここも2ミリ線1本16線1本ですので小のスリーブで小のダイスで圧着します。最後のここもショーのスリーブで 2mm 線1本16線1本ですので、ショーのダイスで圧着していきます。これで圧着接続完了しましたので、末端処理していきましょう。でケーブルを整えまして、これで候補問題ナンバー6完成ですね。ちょっと今回も斜めにしておきますね。で、見直しのポイントとしましては、ちょっと私も苦戦していたここの変圧器の部分ですね。電線やっぱり気づかない間にネジ緩んじゃいますので、しっかりとちゃんと締め直しをしておきましょう。だいぶ緩んでますね。で、低圧側だけでなくて高圧側もネジちゃんと締まってるかよく確認しておきましょう。ですね。で、今回この大きい端子台と小さい端子台、芯線のストリップ長さちょっとこっちを 12mm こっちを 10mm にしてます。こっち 12mm にしてしまうとちょっと芯線長すぎて、端子台からはみ出ちゃう恐れあるので、そこだけ注意してもらえればいいかなと思います。で、施工条件通りに色が合ってるか確認しておきましょう。で、末端処理さっきしましたね。ここもちょっと切っときますね。ですね。接続も電源側が開閉器の電源側につながっていることで、 S 層に関してはこの施工省略部分の電流計を経由してこの S 層につながっているか確認しておきましょう。で、ここ施工省略部分ですね。で、ここもこのまま運転表示灯であるランプレセプタクルつながってますね。では、これで候補問題ナンバー6の解説を終わります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。